水野美紀のシネマライフ。ひらめきドリンクを見つけろ、ソウルフルワールド対決。この中の5杯が酸っぱいドリンク、1杯だけが美味しいきらめきドリンクになっているので、そのきらめきを見つけた方が勝ちです。その格好でどういうテンションなんですか。負けた方は消えます。ああ消える。やだ。はい、私から選んでいい。いいですよ。これだ、基本的にだからもう酸っぱいのは飲まないといけない前提ですからね。そう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 。こんな微妙な。じゃあ私これ。マジっすか。これ。よし。同時にいきますよ。せーの。あ。何これ2人して酸っぱがってるの。はあ、これ最後の絵じゃないの。これここまだ戦いが続くんですよ。じゃあもう一回いきましょうか。甘いの出るまで終わらないですから。ああこれ、ああ地獄絵図ってやってますけど、クリスマスにいきますよ。はい、せーの。だから何この絵。あー、痛い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 。あ、つった。ここつった、ここつった。あー、痛い痛い。あー、でもいよいよが最終対決になりましたよ。こんな2人して涙目でやる、こんな映画紹介番組ありますか。これいきますよ。これだからどっちかが甘いですから。うん、こっち。あ、ちょっと待ってください。それちょっとおかしいですか。それ最後やのにスッと取ったん。なんでよ。最後はちょっとなんかあるじゃないですか。どっち選びたいなってみたいな。じゃあいいよ、選んで。いやー、これはまずいぞ。負けたら負けたやけど、勝ってもな。いや、じゃあ最初にミキさんが取ったやつを俺は取ってみたい。よし、じゃあこっちな。あー、これどうしよう。いきますよ。せーの。勝ってしまった。よし、行くぞ。せーの、メリークリスマス。僕で終わってすみません。やってほしい企画、質問などコメントお待ちしています。やれることは何でもやります。だそうです。俺一人。